よろしくお願いします。はい、どうぞ。特に、うん、今まで左が出てしまっていて、ああ右のメロディーがあんまり聞こえなかったので、うん、左を随分小さくしました。ああ、なるほど。で、その随分小さくするときにさ、ただ小さくで、右手がただ大きくっていう風になってないかな。実はそれがすごく気になったんだけど、うんね、右手は確かに聞こえていた。ね、はい、その、うんだだだのときに、聞こえてたんだけど、この A の音とかはね、ドドンドンドドンドン、だけどただ出てるだけだったんだよね。はい、ね、もっとさ弾んで演奏してほしいのね。はい、ね、うん、まずね、うん、ドドドこのドドド、これさ同じ和音が3回出てくるじゃない。ね、だけど全部役割違うからね。はい、うんドドドドド、こういう感じでやりたいの。君のは全部同じ。平べったくなっちゃってるのね。タタッタじゃなくて、わかる？ちょっとやってみて。で、その時に拍子が大事。ダダッパ、タタッパッパパ、タタッタッタタ、一二三。本当ね、タタッタってやる時にね、肩が上がっちゃってるから、やっぱりね、すごいね、力が入ってるのね、体全体にね。おそらく。この上の音は 5番でやってます。うん、そうね。うん、小指に力が入りすぎてて、リラックスできてないんだけど、実はこれね、リラックスしてないと弾めないよ。声、うん、だだ。ね、うん、だだ。うん。そうね、そうね。うん、だだ。
表の拍と裏の拍が綺麗に今ハマった。